スタジオが変わると喋るテンションも変わります？はい、ね、曜日とか時間とかね、はい、天気に左右される生き物だよね、私たちは。私若干噛んでますけど。ごめんなさい。言うてますよね。私ね、全然変わんないの。ごめんなさい。まるちゃん変わる方？はい、私多分、1回目、2回目と3回目、4回目は違う生き物です。本当？あれれ？そう？はい。あ、気分によって全然違います。ああ、ほんと。それはどういうものが作用されてるの？はい、普通の自分のなんか。血液型じゃないでしょうか。血液型はずーっと同じだよね。全然。私 AB 型なので。ああ、そういうこと。その時の気分によって言いたいこととか価値観までもが変わるんです。おかしい。じゃあ、1回目、2回目は何型だったの？あの時は若干 A 寄りでした。へー。今は？今 B です。揺れ動いてるね。揺れ動いてます。まあ、私の場合はね、揺れ動く17歳だけど、まいちゃんは揺れ動く血液型。AB 型です。なるほどね。A 型です。私は O 型です。ああ、はい、なるほど。はい。何があるとテンション上がる？ああ。へえ。起きた時に全てが決まりますね。そうなんだ。はい。面白い。私全く、なんか、変わんないんだ。毎朝、こう、こう、カーテン開けて、窓開けて、はい。今日も、一日頑張ろう！みたいな。なんかちょっと大丈夫かな私みたいな。いや、でも、うん、その心構えが大事なんですよ。自分を、ある一定のテンションまで高めていける人なんですよ、お姉ちゃんは。うん。でもね、そんな別に努力もしてん、いや、普通。はぁ。まあ、ほら、お母さんだから。お母さん笑ってないと。太陽だから。太陽になんないと。うん、ダメだから。ね。なるほどね。笑う。ね。とりあえず笑おうみたいね。ちなみに今日はアッパーです。よかった。楽しいです、今日は。よかったよー。はい。はい。さないと？あ、違う。ちょっと待って。ちょっと待って。私もね、私も間違いの。ね、私思うんだけど、この、なぎさっていう字って、さなえって読みたくならない？若干あります、そういう気持ち。私もあるの。はい、大丈夫。じゃ、もうどっちでもいいことにする。どっちかがどっちか言ったらもう残りを言っていこう。今後ね。今後。じゃあどっちで来るかな、はい、今日は一応、はい。なぎさと、さなえの、お前にレインボー。いいのかな。どっちでもいいとか、それは本当はまずいよ。本当はダメですね。でも、はい、うん、まあゆるい番組なんで。はい、アニメの中ではね、許されませんけどね。もちろんそうですよ。もうここはね、優しいオアシスということで。でもたまに、はい、その友達の名前を呼ぶシーンとかが出てきて、うん、自分の名前呼んじゃったりしますよね。私この間あれ台本って、はい、サナエっていうセリフの下に、はい、文字が書いてあるじゃない。そうですよね、サナエさんのセリフですよっていうことで、ね、うん、私この間ついこの間、はい、なぎさなんとかなのよっていうのを、はい、サナエなんとかって自分の名前呼んでテストの時ですが、あ、おいおいって言ってもらいました。みんなに大爆笑。ね、というわけで、はい、あ、皆さん中原舞です。そうでした。はい、皆さん、井上貴子16歳です。おいだって初めて、逆に揺れ動いちゃいましたって。あ、そうですね、初めて聞きました。私もね、はい、でも私17歳って、はい、数年前はね、16歳って言ってたの。え？びっくりでしょ？びっくりです。これね、私がなんで17歳って言い出したかっていうと、はい、すごく昔に、はい、山本まりあちゃんとあるラジオ番組をやってて、はい、まりあちゃんその時16歳だったの。で、私一緒にコンビでやらせていただいて、まりあちゃんが16歳ですって言うから、私も一緒になって、結構16歳ですなんて言ってたんだけど、まりあちゃんが17歳のお誕生日になったから、私も一緒にあげてみたのね。17歳に。で、まりあちゃんちゃんと年を重ねてもらって、私は、なんか17歳で止まってよ、みたいな。そんなことがありました。なるほど。はい。
この16歳は新鮮な感じではないんですね。うん、でもね、最近的には新鮮。最近的には。でも私的にその17歳にこだわるっていうのはね、はい、一つ意味があって、はい、こんな語っていい？大丈夫？ぜひ。なんかね、17歳って響きが甘酸っぱい感じがするの。はい、結局、16歳、15歳、16歳まではやっぱりまだどっか子供の雰囲気なんだけど、18歳はもうやっぱり成人の香りがするんだけど、これ17歳っていう響きがね、なんかこう、ちょっと、こう、レモンな感じしますね、うん。グレーゾーンですよね、なんか。どっちつかずみたいな。そうなんだよね。そこがね、なんか私的に、こう、心惹かれる。だよね。なるほどね。すいません、こんな話をしてしまいました。いや、でもきっと、なんで17歳なんだろうって思ってた人いっぱいいたと思うのね。そうだね。うん。よかったです、はい。ありがとうございます。はい、でも、今からこの番組の説明をし、はい、しますと、17歳とは全く、あまり関係ないんですが、はい。アニメが絶賛放送中、クラナドです。はい。古川母と娘ペアがお送りしております。うん、番組のテーマは、絆です。うん。ネタバレになれるといけないので、あえて、クラナドの中身にはね、そんなに触れない。触れちゃいけない。かっこデビルマンの節で。ごめんなさい、わかんなかった。なるほどなるほどねえ、デビルマンの歌もいい歌だったと思うんだけどな。ちょ、歌ってください。どんなでしたっけで、あれ、触れちゃい、エンディング、エンディングなんだ。オープニングなら私多分歌える。頭の歌詞どんなでしたっけ、デビルマン。誰だ。え、ガチャマン。それは違うね。ガチャマンですよね、今の。急に出てこない。絶対最後までには思い出す。よし、じゃあエンディングで聞きます。でもあんまり長く歌えないんだよね。いろんな問題上ね。そうですよね。はい。今日も最後まで、お前にレインボー。なぎさとさなえのお前にレインボー。この番組は光坂高校演劇部ブシロードタブリエコミュニケーションズの提供でお送りいたします。なぎさとさなえのお前にレインボー。今日もたくさんいただいてます。はい、いただいてます、はい、これ全然です。まずお姉ちゃんからさ、はい、なかったんだよね。大丈夫です。どうぞからすごい二人でしあれどっちあれあれれごめんね。はい。ここでは皆さんからいただいたお便りなどを紹介していきます。はい。クラなどに関係あるのかいないのかいどっちなんだいというね、お便りをお待ちしていますよ。はい。はい。じゃあ早速いきますね。お願いします。はい。お姉ちゃん&舞ちゃんレインボーレインボー放送禁止用語があった時に使われる、うん、いわゆるピー音が、うん、おいおいになってるんですが、あれは一体、面白すぎです。あ、ありがとうございます。よかったです。面白いって言ってくれるのが何よりだね。1話、放送1話目で、おいおいが、あるところがあったって。どんな感じかっていうと、あの時の放送は、おい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 でしたよね。でも結構なんかこう、意見では、あの、おいおいは、はい、おいおいなんじゃないかっていう。あ、ドキドキするどっちもおい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 ですけどね。いやだ、ドキドキする。それ分かった。私たち分かんないでね、ちょっと喋ってたけど。分かって喋るってドキドキするね。ドキドキしますね。今ここにおいおいが入るんだって思うと。そうだよね。はい。と思うと、はい、普段は私言えないと思ってることも言ってるんだよね、はい、言っていいですよ。じゃあ一つ言っていい？どうぞ。お姉ちゃんの本当の年齢は？おいおい、そこおいおい入ってないかもよ。これね、もう笑っておいおいとか言えないよ。私の本当の年齢知るとみんなね、おいおい後半だと思ってる。いやでも最近待って、今のも入れて。もうだんだん分かってきちゃう。なんか、私も最近ようやく知ったんですけど、うん、あの、森川さんとか、檜、うん、山さんとかが、もう40超えてるって、知った私はびっくりしたんです。そうだよね。もうびっくりだよね。もう私もびっくり。でもね、最近よく思うんだけど、なんかね、年齢が経てば経つほど幸せが
増えていくの。そうですよね。だからね、まあ、17歳とは言いつつ、なんか、はいはい、本当に17歳になりたいとか戻りたいんじゃないくって、はい、なんか、楽しいから言ってるっていうとこがあって、うん、あとはでもね、なんか言ってると、なんかよく、本当に若く見られるっていうのをね、言われて、よく人ってほら、口癖とかを言ってると、はいはい、いつの間にかそうなるっていうじゃない?まあ、確実に17歳には見えないんだけど。でも、ああ、なんかそういうのってあるのかな。だって何もしてないのに、はい、ね、17歳って言ってるから。でもやっぱ言霊ってありますからね。私もすごく信じてるて、それを。だからみんなもなんか祖父な、何かこうなりたいなって思うことがあったら、いつも言ってると、なんか近づいてくるのかなって。そうですよね。まあ、年齢は近づきませんけど、でも、でも心持ちは近づいていくわけですよ。心持ちはね。はい。あと、細胞とかが、ちょっとあの、勘違いするのかもしれない。あ、それ。何歳だ。それあるそれあるみたいよ。最近なんかね。あ、ツヤとかね。ツヤとか、うん。ほんと肌綺麗だし、お姉ちゃん。ありがとう。でも本当にね、おいおいっていうよりもね、その、たまに私が、いや、実はこうなんですよって言うと、はい。おいおい。わかる?この、おいおいのテンションが、おいおいじゃないの。低音な感じになる。こう言われちゃうからね。まあね、でも楽しいのが一番だなって。そうですね。はい。思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いていこうかな。こちら、はい、ペンネーム、朝倉さん。はい、ありがとうございます。中原さん、井上さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。僕は、ミクシーというブログみたいなものをやっているんですけど、うん、なんと、クラなどが、キーワードランキングで2位に入っていましたよ。すごーい。すごーい。だからどうしたって感じですが、クラなどが話題になっているということで嬉しいですよね。嬉しい。嬉しいですよね。アニメ版でもこれからの展開に注目ですね。期待しながら見させてもらいます。おせんべいのパンには笑わせられました。案外、合うかもですが。今度両方あった時挑戦してみますって。わー、嬉しい。嬉しいですね。この、ミクシーってすごく流行ってるんでしょ?そうなんです。みんなが、前ミク前ミクとか言って。うんね、なんかお友達を紹介して、はい、みんなでいろんなお話をしたりするんだよね。そうなんです。すごいね。やってみたいんですけど、私あの人知れずやりたいんです。え、どういうこと？あのやっぱり誰かに紹介してもらわないと入れないんですよ、ミクシーのコミュニケーションには。なので誰かに紹介してもらうとやっぱ知り合いにしか紹介してもらえないじゃないですか。だから知り合いに紹介されると足がつきますよね。それは嫌なんです。そっか。じゃあ、全く誰も知らないところに、はい。で、なんかやってみたいってこと?そうなんです。あ、でも、はい、なんかこの自分たちのいる世界とは、全く違うところで、何か、こう、話したりとか、やるっていうのは、すごくなんか興味湧くね。刺激があると思うんですよ。すごく。あの、小学校の時とか、中学校の時とか、うん、全然趣味も思考も違う人たちが集まって、うん、一つの団体だったじゃないですか。うん、でも、こういうお仕事してると、うん、やっているお仕事も一緒だし、志もやっぱり一緒だから、うん、似通ってるし、話していても理解ができるんですけど、うん、確かに確かに。全く理解できない人と会話とかしてみたいなと思って、うん。ああ、そうだね。でもそれってすごくなんか、自分の人生勉強にもなるね。なるなと思うんですよ、ね。素晴らしいね。そうなんです。ああ、それ楽しそう、うん。じゃあ、舞ちゃんだったら、はい、どんなコミュニティに入りたい?コミュニティ?コミュニティってなんだろう?あの、一つ一つ、例えばその、自分が出身して、の学校のコミュニティがあったりして、うん、どこどこ小学校、あの、卒業の人のコミュニティ。聞いたことある。はいはい。その卒業生がみんな書いたりするんでしょ、はい、そうです、そうです。あと、同じ誕生日の人集まるみたいなコミュニティとか。すごい。舞ちゃんだったらどうする？私だったら、うん、犬コミュニティに入りたいです。あー、大好きだもんね。はい。犬いいよね。犬かパンか。はい。いいねー。はい、私だったらどんなコミュニティにしようかな、どんぐり関係とか。どんぐり、うん、なんか、はい、私どんぐりがすごい好きなの。なんかこう、どんぐりを見てどう思うかの回とか。それは多分お姉ちゃんが創設しないと。ダメ一人私一人一人だと消されちゃうんだ。嘘消され、
じゃあ、私がどんぐりを見てどう思うかっていうそのコミュニティを作って、はい、ずーっと一人、私だけ。いや、でも、どんぐりって、うん、都会だとなかなか見ることないじゃないですか。あ、そう。でもね、意外と公園とかあるんだよ。都内の、だって東京都内だって公園に行くと今、すっごい落ちてるよ。もう落ちてるところで、もうこれでもかっていうぐらい落ちてて。もう袋とか持つと、はい、こんなにどうするんだろう、どんぐりみたいに。どんぐりを集めてどうするんですか？ね、集めるのが楽しい時は、はいはい、まあね、娘と一緒とかだともう、うん、競争して、ね、それで競争して返したりとかあるんだけど、うん、まあ、お家に持って帰るのは、まあ、その中から5個とか、うん、こう選んで、帽子がついてるのとか、はい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 、なんか形が、この子がいいとか、あって、もう一回、木の元にバラバラ。もう一回入るかなみたいなことですか？ねえ、どうかわかんないんですけど、あ、毛虫とか結構いるんですよね。入ってるんですよね、中にね。ね、入ってる時も。でも、まあ、そういう時は避けつつね。うん、ねえ。昔、うん、あの、中学校の時だったん、あ、高校かな、うん、の時だったんですけど、うん、あの、縄文時代の生活を体験しようっていう、うん、あの、授業があったんですよ。あ、面白い、うん。で、そこで、昔の縄文人の人たちは、うん、どんぐりクッキーっていうものを食べていた。いやー、素敵ー。はい、そう、どんぐりを？どんぐりを、そうなんですよ、こう、砕いて。砕いて？どんな味がするんだろう。渋くて食べられたもんじゃなかったですね。あららららら。あー、でもすごいなんか素朴な。すごい素朴な味でした。私がいつも読んでる絵本で、チリとチリリっていうすごい可愛い本があるんだけど、その中でも、どんぐりコーヒーっていうのが出てきて、いつも、なんかワクワク、どんなんだろうって思って、あ、でもなんか、あ、どんぐり広がる広がるきっと3人ぐらい入ってくれる入ってくれる。で、どんぐり レシピとかを、お姉ちゃんが発案して、でもそれやっぱ、やっぱ食べなきゃいけないのかな、先生。というか、食べていいの？どんぐり。食べましたよ。食べてるもんね、うん。学校で食べてるんだもんね。学校で食べましたよ。じゃあ、少量なら、どうなん、まあ、それか、まあ、想像で語る方が。そうですね。こうしたら美味しいんじゃないのかっていう。じゃないのか、うん。あ、それならいいな。なんか弱気だね。弱気になっちゃう。弱気だったね。いやー、面白かったね、うん。ありがとうございました。ね、でもこちらのお便りっていうのはね、うん、ホームページのメールフォームからも送れるのでね、はい、ぜひぜひいろんなこと皆さん送ってください。はい。いや、今日はあのポニキャニオさんからいただいたんですけど、うん、ちょっと今日は、うん、大したことなかったので、あのボツにさせていただきました。ごめんなさい。すいませんでした。ポニさん。常連なのにね。はい。というわけで以上お便りなどでした。カツサンド。いつもなぎさちゃんが言うように、皆さんからいただいた、これで勇気を奮い立たせるという言葉のお便り、紹介していきます。はーい。足軽さんからいただきました。食事、睡眠、アリナミン。中面ライダーさんからいただきました。羊と鉄をくれ！柴犬さんからいただきました。なんくるないさぁ。あんず、かわいいよ、あんず、さんからいただきました。この台は高設定だ！かっこ、パチスロ中。迎撃ミサイルさんからいただきました。クラナドは人生、かな。ボンモールさんからいただきました。鋼の剣7本、鉄の鎧7着。団子ダダーンさんからいただきました。俺は大人。ハンドルネーム、佐藤正幸さんからいただきました。エビドリアー！宇宙猫さんからいただきました。印税。弱肉定食480円さんからいただきました。箱根の皆さん。
ネオさんからいただきました。トリニティヘルプ。今回もね、皆さんありがとうございます。はい、お姉ちゃん気になったのありましたか？いやー、今回もまた、はい、わからないものがいっぱいあるながら、はい、でもきっとみんなにとってはね、はい、やっぱりこれでしょうって、私がわからなかったこのペンネーム、うん、中面ライダーさんの羊と羊と鉄をくれっていうのが、うん、どうやらこれオンラインゲーム、うん、ボードゲーム、なんかカタンという、はい、すごいですけど、で皆さん何チャンスカードが引きたいの？これを言うとわかるんだ。あ、羊と羊と鉄をくれでチャンスカードなんですか？そういうのともまたちょっと違うの。ちょっと違う。ちょっと違うけど、まあ、チャンスカードがね、すごい、さすがチャンピオンですね。おかしいね。いやー、でもね、私的にね、はい、このなんか、俺は大人、俺は大人とかね、すごい気になるし、はい、こう書いてある、なんか、バイト先の後輩を叱り飛ばしたい時に心の中で呟いています。あ、いい人だ。本当に。すごく自分の中で一回、ね、いや、俺は大人と思ってから、なんか注意をするとか、うん、あ、なんか、みんな頑張ってるんだなーっていう感じがする。します。怒ると叱るは違いますからね。ねえ、うん。偉いと思います。まあ、私も近い感じで、私は17歳、私、こう元気がない時に私は17歳、私は17歳、ちょっと元気がムクムクってなるもんね。ね、心がね。ね。はい。みんなそうやってね、素敵な言葉をつく、うん、つぶやいて、はい。楽しく、なんか元気にね、はい、人生を、なんか、過ごしてほしい。そうですね。ね。でも大事だと思います。そうだね、うん。ありがとうございました。以上、カツサンドでした。なぎさとさなえの、お前にレインボー。さなえ疑惑。きっこお姉ちゃんが演じているとっても可愛いさなえさん、はい、なぎさちゃんのお母さんなのにあの若さ、うん、どう考えても年をごまかしているのではと疑ってしまう人も多いはず、はい、そんなリスナーさんがごまかしていること、もしくは実は違うんじゃないと疑っていることを紹介していきます。はい、じゃあ早速皆さんからいただいたお便り読んでいきますね。ペンネーム、こんにゃくジュエリーさん。うん。ありがとう。この前、街を歩いていて疑わしいことを発見したのでメールします。うん。ファッションを軸に、家具、雑貨、メガネ、宝石など、あらゆるものを販売している、マルイですが、うん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 、これは、マルイと読むのではなく、うん、おい、おい、と読むのではないでしょうか。嬉しい。なるほど。むしろ、読んでいただいて。そうです。これ、おいおいですね。おいおい。じゃあ、おいおい行くみたいな感じで。うん、そうですね。なんかこう、流行語の中に入るっていうどういい。よく、マクドナルドは、はいはい。関東では、そう、この間もスタジオでみんなで言ってたんだけど、関東では、マクド、あ、間違えた。マックはマックじゃないですか。そうそう、それ。はい。関東の人はみんなマック行こうって言うんだけど、はい、そう、関西の人は、マクドって言いますね。マクドって言うんだってね。はい、でね、ケンタッキーも、はい、関東の人はケンタとかよく言う。ケンタって言います。で、関西の方で誰か、ケン、なんとか、なんだっけ忘れちゃった。たがなければ、キーしかないですからね。なんだっけな、え、なんかね、ケンゴロウとか。へぇー。なんかね、え、どうしてっていうような、ケンなんとかだったの。ケン、誰も、ごめんなさい。あと、AMPM も、うん、AP か、アンパンかで分かりません？何、アンパンって。なんか、アンパンっていう人いますよ。アンパンでアンパン買おうみたいな感じになっちゃうの？多分そう、MPM が多分、うん、AMPM だから、アンパン。あ、本当だー！なんだと思うんですけど。面白い。ねえ。じゃあここはぜひ。ぜひ。ね。おい、なんか、銀座にもおいおいができたっていうか、最近ね、できたの、ね。あれもうできたのかな、まだ、もうできてるね。できちゃったから。銀座のおいおい行こうか。お、行こうか、みたいな。いい。いやー、もう地味に入らせて。そうですね。もらったら。もう、これからみんな、無駄においおいで買い物してください。そうだね。そうだねとか言っていいのかな。いや、嬉しいわ。
こんにゃくジュエリーさん、ありがとう。ありがとうございました。じゃあ、この方の色は、はい。これはどういう風に、じゃあ、レインボーカラー賞を差し上げます。すごーい、色がわかんないけど、すごーい。で、多分ね、もらっても嬉しくないと思うんだけど。嬉しくないかもしれないけど。レインボーカラー賞を。わぁ、素晴らしい。おめでとうございます。じゃあ続いて。何も出ないっていうのが。何も出ないけど。申し訳ない。こちらは、はい、早速ですが、はい、僕はある一つの疑惑に遭遇しました。うん、それは、キッコー姉ちゃんイコール、女神疑惑です。キッコー姉ちゃんを象徴する役として、現在を司る某女神様が有名ですが、もしかしたら、キッコー姉ちゃんご自身が女神様なのではないでしょうか。その理由として、うん、1、17歳なのに来年で芸歴20周年を迎えるつまり神の力で時空を歪ませている2つ信じるものすべての時間を17歳で止める特殊能力を持つ3つたった一言でも聞くだけで優しい気持ちになれる癒しの声を癒しの力を声に宿らせることができる。いやいやいや、とんでもないというものがあります。いかがでしょう。今お姉ちゃんに一番近い場所にいるまえちゃんならわかるはず。真相をお聞かせください。いやー、とんでも、はい、すごい、ありがとう。アウラの、黒髪さん、北海道の方ですね。黒髪さん、ありがとうございます。はい、すごい、もうこんな勘違いをしていただいて申し訳ない気持ちでいっぱいですよ。いやいやいや、お姉ちゃんは女神様ですよ、うん、とんでもないですよ、だと思います。もう、いやいやいや、もうね、もうあのね、本当にもうさなえさんもそうなんだけど、もうキャラクターが素晴らしいから、もうね、やっぱそうやって思っていただける方にはなんかでも申し訳ない。この間お姉ちゃん、あの雑誌の取材で、うん、さなえさんは当て書きって言ってましたよ。どうしよう自己自賛みたいな。でも、本当にそう思います。なんかお姉ちゃんの声聞くと癒されるし、うんうん、なんかね、話してて、なんかね、すごい、うん、なんて言うんだろう、いろいろ、優しいなって思う。いやー、うん、そんなことはないよ。うん、いやいや、いやもう恥ずかしい恥ずかしい。汗が出たから。もうありがとうございます。もうね、アウラの黒髪さんのこの言葉をね、胸、はい、に、はい。これからも頑張ります。はい。ありがとう。アウラの黒髪さんは、うん、じゃあグレーにしますか。じゃあ待って、もうちょっといいのあげて。何しますか。じゃあね、またレインボーカラー、レインボーカラー、何も出ないけどレインボーカラー賞、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしいね。ありがとうございます。じゃあラストいきますね、うん、はい。ペンネーム桜吹雪さん、ありがとう。ありがとう。これたくさんもらったんですけど、うん、古川家の皆さんのあのアホ毛は実は触覚なのでは、うん、と疑ってしまいました。この疑惑を解明してください。いっぱいいましたよ、この髪ね、こう、うん、みんなわかるよね、はい、このなん、渚ちゃんは2本かなね、はい、そうね、お母さんにもあるしね、はい、ぴょんぴょん、お父さんもちょっと、あれあれ、お父さんもありますね、ね、あるよね、はい、いや私はなんかこう触覚であってほしい。あってほしい。ほしい。ここで何かを感知していてほしい。感知してほしいね。なるほど。普通になんかこう。はい。お天気とか。お天気がわかる。わかったらどうだろう。あれですね。あの、容器がわかって毛が逆立つみたいなことですか。みたいな。なる、それ、でも、お天気だと普通すぎるかな。あ、何がわかってほしいですか？そうね。まあ、まあ、お天気や、うん、あとなんだろうね。お姉ちゃんだったら何が欲しいですか、うん、あ、触覚として。触覚として。なんか、うん、こう歩いてて、はい。もうこの話から離れたいんだけど、はい。もう一回だけ言っていい？どうぞ。どんぐりがどこに。どこに。どんぐりがどこにあるか。落ちてるか。落ちているか。ごめんなさい、もう言いません。触覚が。ピピ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 ピみたいな、すごい反応しまくりですよ今の時期。あ、まあね、その触覚の示す方を歩くと落ちてるみたいな。でもね、落ちてる時は本当落ちてるけど、この時期がちょっとずれると確かに探そうと思うと意外と探せなかったりとかもあるから。どんぐりごめん、まいちゃんは。私はそうだな、相手の、うん、一緒に喋っている相手の機嫌がわかるといいなって思います。
え、それって、なんとなくわからない、はい、なんとなくわかるんですけど、うんうん、ただ眠くてテンションが低いだけなのか、私が何かしちゃったから機嫌が悪いのか、お腹が空いているのかわからない時があるじゃないですか。なんかすごく普通に具体的な悩み相談みたいな。本当大丈夫大丈夫です。そういう時に、うんうん、なんかこう、お腹が空いていると右が立つとか。ああ、なるほどね。そっかそっか。あの、お前に怒っていると左が立つとか。確かに、まあ、それがわかると、はい、そうね。あ、周りの人にもバレると。いいですよね。そうだね。そうだね。わかった方がいいのかな。ね。あ、そうですね。ね。周りの人にバレると嫌かもね。はい。ありがとうございます。自分だったら嫌だよね。自分だったら嫌です。今すぐ、あららら、あら、すごいお腹空いてんだ、あの人って。やめてやめて。なんかあれみたい、ほら、ちびまる子ちゃんじゃなくて、頭花族って知ってる？頭の上に花が咲いている人たち。コボちゃんじゃなくて、チョビッツじゃなくて。桜桃子先生の、こじ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 の中で、はいはいはい、頭花くんっていうのがいて、あーいたかも元気がない年折れちゃったりとか。ちょっとそんなね。そういうのいいですね。他の某アニメ作品でもね、そういうちょっと、はい、なんかね、頭から目が出てくる可愛い作品とかいっぱいあるんだよね。はいはい、それはそれで楽しいね。うん。元気がわかるっていうのはね。そうですね。いいような、悪いような。悪いような。じゃあ、桜吹雪さん何色かな？何色がいいかな、うん、じゃあ、茶色で。茶色好きだね、まいちゃんね。あ、なぎさの髪の色が茶色だなと思って。そっか、あ、はい、でもこのね、毛のあれ、ね、メールは他にもね、はい、書いてくださってる方もいらっしゃったので、じゃあ、はい、皆さん、茶色で。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ではね、みんなもね、ごまかしていることや疑っていることをね、ぜひぜひメールに書いてくださいね。はい。じゃあ、行きますよ。この最後の一言。はい、お前らのやってるごまかしは、まるっとお見通しだ大丈夫かな大丈夫です。トリック。以上、さなえ疑惑でした。なぎさとさなえの、お前にレインボー。皆さんの家には蔵や納戸ありますか？蔵に眠る家族との絆を結ぶ一品、蔵にまつわる心温まるエピソードをここでは紹介します。歴史あるものって素敵ですよね。なんか番組が違うみたいね、私たち。朝6時半とかからやってそうですね。ね、ね、でも長くは続けられないって感じ。はい。ということで、なんと、蔵を持ちの方って結構いらっしゃるということが、メールですごくよくわかってもありがたいです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さんね。じゃあ早速いきますよ。はい。ペンネーム、雪だるまさん。どうもありがとうございます。ある町で、うん、蔵ではないんですが、うん、古めかしいお店を見つけました。うん、でもパッと見ね、蔵に見えるんですよ。これ、今ね、写真を一緒に送ってきてくださるんです。本当だ。はい、写真の通り乳母車屋さんなんです。もうやめてしまっているようなのですが、何年も人々の成長を支えてきたと思うとジーンときました。すごい、すごい素敵、すごく素敵。もうこの乳母車屋さんっていう、はい、お店屋さんがあるという、はあ、その事実がもうすごいですよね。感動的。乳母車、この上に子供乗り物一式って書いてるんですけど、乗り物の乗りの字がもう昔の乗りだ。素晴らしいね。でも確かに本当に蔵に通じるような、はい、なんか趣のあるこう、お家というかお店屋で、ちょっとシャッターみたいなのが閉められちゃってるんだけどね、うんうん、はい、素敵やん。もうきっとさ、たくさんの人がこう赤ちゃんを抱っこしてこう買いにねいらっしゃったんだろう ね、 ね、やっぱり蔵もそうだけど、そういうなんか昔からこう続いているものっていうね、うん、気持ちがつながっている感じのお店ですよね。ね、
本当に、ね、でもこういう古い建物ってやっぱ普段もこう結構、うん、ありますありますね、あるけど、うん、まりちゃん気になったりする？古い建物ですか、うん、意外と東京に住んでいると、うん、ちょっと路地とかに入ると古いものとかいっぱいありますけど、うん、私あの人形町のあたりを歩いていて、人形町って新しい建物と古い建物が混在しているんですよ。街並みが、うんうんうん、そういうのがすごいなんか歴史を感じられていいなって、うん、そうだね、うん、だからあの辺の街並みすごい好きですね。そっか、うん、なんかこう和の古い建物もあるし、はい、洋風な古い建物もあるし、どっちもやっぱ確かにいいと思うんだけど、うん、なんだろうな、こう例えば日本の古いものなんかも外国の方がわざわざね、その本当に飛行機使って、その建物を見るためとかいっぱいいらっしゃったりするじゃない？そうですね。そういう意味では、私たち自身もこう、もっともっと見て、こう、気持ちをこうね、膨らましたいよ。うんうん、そうですよね。ね。なんか膨らまさなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにも、よく思う。そうですよね。こういうのなんか残しといてほしいですよね、ずっと。うん、古きを知って新しきを知る？あれ、間違っちゃった。温故知新みたいなものですか？みたいな感じ、はい。そういうのもあるしね。はい。だから、蔵南道、ぜひ皆さん、うん、蔵をいろいろ探したりしてね。はい。いろんなものを感じ取っていただきたいなと思います。はい、じゃあ、もう一枚いきますね。お願いします。ペンネーム、はかまびーさん。ありがとう。ありがとう。私は一時期、とある雑誌を定期購読していました。うん、定期購読をやめたきっかけは、ストックしておいた分が全部消えたからです。数年後、金目のものを探しに祖母の家の蔵に行ったら、うん、縛られた雑誌が蜘蛛の巣まみれで発見、うん、切り抜き保存しておいた記事も全部ありましたが全く読めない状態に。あら、当時喧嘩していた祖母の嫌がらせでした。思えば当時からタフな人でした。あー、でもおばあちゃん、なんかこうまだお母さんがやるっていう方がまだ分かる、はい、おばあちゃんがするっていうのはもうお前はってきっとなんかねおかしいけど元気な証拠だよおばあちゃんね、タフな人って書いてあったけど、ねえ、すごい。はかまびーさんと祖母の関係っていうのはやっぱり孫ってことですよね、うん、だよね。孫に本気で怒れるおばあちゃんっていいですね。だよね。そういうよ、ほんとそういうふうに思ったらいいことだね。ほんとそう思います。そうか、でもその時は悔しかったんだろうね。自分の大切にしてものだったらね。ねえ。まあね、捨てないで置いてくれただけ、うん、おばあちゃんの優しさだということで。ほんとそうだね。ほんとに、なんか、ひどかったら捨てちゃうもんね。そうですよ。ぽいってね。うん。確かに、あったから。資源ゴミの日に出しちゃいます。そうだよね、うん。おばあちゃん、そう、きっと、うん、はかまびーさんの何か思うところがあって、うん、だもんね。そうです。おばあちゃん、うちの雑誌も捨ててくんないかな持ってってくんないかな、あー、なんとなく、こうわかる。本って増えるよね。増えますね。なあちゃんも本いっぱい買う人？いっぱい買う人なんです。何系が多いの？意外と、うん、量をいっぱい買っちゃうのは雑誌がやっぱ多いんですけども、うん、雑誌って、もう、情報誌とかだと、読んだらすぐいらなくなっちゃうじゃないですか。そうなんだよね。切り抜きとかする？しないです。私結構切り抜きが好きで、結構切り抜いて、うん、今もいつも持ってるファイルとかに入れてたりするの。え、それは、どういうものを切り抜くんですか？はい。美味しい食べ物の作り方とか、結構、レタスクラブとか、はい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 、オレンジページって知ってる？知ってます、知ってます。すごい面白くって、はいはい、そこで、美味しく簡単に早くできるっていうのがものすごい載ってて、はい、で、まあね、こう、お仕事もあるし、で、もう早いけど美味しく食べたいとかの、うんうんうん、そういうのって、で、やっぱり捨てちゃうと、ものすごいいいことがいっぱい書いてあるから、結構切り抜いて、全部は作んないんだけど、あ、もう美味しそうとか思うと、すぐ切り抜いちゃう。でもレシピって集めたくなるかもしれません。うん、楽しい、うんうんうん。で、たまにペラペラペラって見ると、うんうん、そのレシピのこのファイルとか入れてるのを見ると、はいはいはい、あー、これがあったあったとか思って、うんうん、ただの美味しいものだけじゃなくて、やっぱり、その、なんか、裏技とか。こんなに、あっという間にこんなに美味しくできましたみたいのが、私の、心をわしづかみ。わかりますよね。めんつゆ一本でこんなに美味しくとか言われると、
最高みたいな。そうなんだみたいな、ね。そうなんですよね。楽しいよね。最高です。私もね。いやはい、というわけで、はい、今回もね、皆さんありがとうございます。はい。クラナンドのコーナーでした。なぎさと、さなえの、お前にレインボー。透き通る、夢を見ていた。柔らかい永遠、風のような。さあ、今日も喋りましたか。喋りましたね。はい、思い出した。まいちゃん、何ですか。例のあれ。あ、例のあれ。俺は誰だ誰だ。だそれだ。あれ、それだ。ちょっと待ってください。それオープニングの方じゃないですか。オープニングだったね。 あのネタはエンディングの方。エンディングだったね。そうでしたね。ね、でもそうでした。ありがとうございました。ありがとうございました。第4回目は、はい、絆と題してお送りしてまいりました。ずーっと絆だと思うんですけど。そうですね。はい、じゃあ、はい、早速コーナーのおさらいしていきます。皆さんからのお便り、他送っていただくお便りなど。はい。なぎさちゃんがみんなの奮い立つセリフを読んでくれるカツサンド。サンドをごまかしています。疑わしいと思うことを紹介する、さなえ疑惑。うん。クラや何度から出てきた一品や、心温まるエピソードを送ってきてもらう、クラ何度。うん、まで、ホームページの投稿フォームから送ってみてください。はい。そういえば、もいちゃん、かぎ針編みとか最近ちょこっとやるなんて聞いたんだけど。そうなんですよ。なんか、うん、編み物とか、うん、マフラーとか、うん、手袋とかは、さすがにちょっと、うん、ね。手袋難しい。そう、難しそうね、減らし目とか絶対できない。私できないと思うので、うん、コースターとかランチョンマットを自分で作りたいなと思って。素敵、はい、あと編みぐるみとか作りたい。編みぐるみかわいいよね。いいですよね。いいね。まいちゃん、はい、できるようになったら、はい、教えて。わかりました。私、ね、できるようになったら、ね、自分で難しそうなものって、はい、本見てやろうと思わなくて、はいはいはい、教えてもらう派。そうですよ、ね、私も本を見ながら一生懸命やったんですけど、結構全然ダメですね。図解っていうかさ、はい、誰にでもできる編み物とかさ、はい、初心者のための編み物っていうの買ったんですけど、それでも難しいし、ね、どうなってるのかさっぱり分からない。じゃあまえちゃんが、はい、編み物が上手になる日を夢見ています。はい、頑張ります。はい、あ、パン祭りの方もね、うん、あっという間に終わってしまいましたけど、コーナー短かったんですけど、コーナー短かったんですけど、はい、まあ、近々大体的にやりますから、ぜひ皆さんね、はい、おはがき、あ、おはがきじゃない、ごめんなさいね、メールの方ね、はい、送ってみてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。皆さんのお便りが私たちの心のグルコミンさんです。違うよね、じゃん。グルコサミン。あれ、グルコサミンっていうの。グルコサミン、はい。あれ、私、あれ、ずっとグルコミンさんってない。グルコミンさんってない。あれ、あるの。あ、わかんない。グルサコミン、グルタミンさんだ。あれ、じゃあグルタミンさんだった。グルタミン、うまみ成分だった。それだそれだ。はい、お相手は中原舞と井上結子、今だけ16歳でした。おいおい、来週も渚とさなえのお前にレインボー。私の季節ですね。なぎさとさなえのお前にレインボー。この番組は光坂高校演劇部、ブシロード、タブリエコミュニケーションズの提供でお送りしました。